く。おこんばん。うわあ！どうしたんだ君は。もう寝てないと天罰が。いやあ、多分あと1時間くらいは大丈夫だよ。昨日も正直毎日寝すぎでしてね。寝は足りてる一方で。備蓄は？香織さんがあんな状況だと、みんな今日はお腹空かせてるしね。付き合おうかって思って。春明さんは昼のやつ、いや、やっだから気を、ま、本当にそれだけ。春明さん、私のこと。いや、なんで。猿のことを言ったから。自分でちゃんと理解。ん、読み意味の宴は非常によくできたコミュニケーション。よくできたって。コミュニケーション以外の方法でゲームに勝つことをほとんど不。これに勝つには人も狼もコツと猿もその一つだ。何の役に立つか分かりづらいけど、実はいきなりこれは1日目から可能だから、猿は安全なリーダーになれる。そうだね、自由人と起こす。一方で狼はどちらかといえば怪しいだけでくくられる状況下ではあくまで怪しまれないことが重要になるわけだが。そうだね、黙ってても雄弁でも。そうだね、ただごく初期の段階でも新。それが。ああ、要は間違った誘導をすることと有用。間違った誘導については、例えば間違った計算で。でも彼は人確定でしょ。その通り。まあ匠さんがヘビってのが嘘じゃないって。え、嘘だって可能性あるの。ゼロじゃないさ。だって加護を受けた。というか、例えば僕が狼なら何人か殺した後で適当な加護者を名乗って安全な座席を確保するね。なるほど。でも匠兄ちゃんは初日にいきなり名乗ったよ。そうなんだよな。自殺行為に近いけど、結果雲に守られることを考えれば。ともかく確かにそうなると匠さんと。さらに僕の中では、猿春明さんのその意図を見抜いて黙ってるのを諦めた。おお、それは。というか、ということは猿のことを。あ、気づいた。なんつう男、好感度だ。うーん、信じたかったから鎌かけたんだよ。回復。ということは、一はるちゃん。やっぱりか。さすがにちょっと説明になってないし、二日目で態度が変わった理由、あるいは他の狼の肝臓師を殺す決定に同意できずだ。ああ、確かにありそう。まあ彼女はそんなにゲームとか得意じゃなさそうだから、有用な提言をしないの原則。それで言うなら安永くえ。でも安くんいっぱいいろいろ言ったよ。日数計算が間違ってることと、それに今春明さんが言ったようなことも言ってた。何もしない。それに初日雲が隠れてた方がいい。そうなんだよね。
ると彼はやっぱり白かな。あとはわからないね。そうだね。春秋さんさ、現状ないよ。でもこういうミス、それは否定しないけど、さすがに自分や大事な人の命がかかっている時に楽しむ気分にはなれないな。それこそ探偵を気取ってみても素人には何も、あんまりそうは見えないな。なぜこんなに疑われ、他のみんなボロボロだよ。それは君についても言えるんじゃない？私も普通じゃないですし。そういえば人を殺しかけた誰かな、バラシ。それは秘密。まあそんなに悪意の、まあなんと言います、中学の時かな。安水の子らをいじめてた分校の上級生らを、うわ、その中に長者の筋のやつもいたから大騒ぎになっちゃってね。なるほど、正義の武闘派ってわけだ。いやまあ単に血の気が多くて問題を、反抗期？そんな感じ。はるちゃんやよし君と同じよ。こんな田舎だ。そうかな、ひねた都会よりも健全で素直、言い直す。こんなに貧しいとだわ。今度こそ引いた？いや別に。嘘だ、いざとなったら鈍器持ち出すような女、内心ドン引きでしょ。鈍器だけに。前の彼女もそんなだったし。お、なぜか動揺されてしまった。彼女さんと別れたって実は嘘だと思われてたのか。正直ナンパの口実かと。引いて、それはもう身の危険を感じるレベルの。うわー、それはご祝。君の方は？え？男性遍歴。僕は言ったんだから。実際に付き合ったのは何人？2人。知恵姉はモテモテで53人切りの超絶ビッチだって話はど？そこまで言ってない。多少持ったのは認めるが。なのに2人ぽっ。まあ、僕はこれ以上やめとこうよ。期待したら死ぬのが怖くなる。死ぬのが怖いのは当然じゃない？別に。どうして？死ぬより神様の方が怖い。君の言う神様はどこが？それは何やら恐ろしいもので、実際に会えるものなんだ。みんな神様には会ってるよ。それに神様は怖いよ。僕も見えてない。あなただけはわからない。だから私は失うのは怖いかも。そんな言葉永遠。怒った？ちょっとね。そっか。この段になっても思わせぶりなだけで何の手の内も開示しないのは火遊びが過ぎるんじゃ。私もどうすればいいのか分か。全部話してみればいい。もう帰るね。チミ、おやすみ。
知るか。母は上の階で寝ているはずです。あら、おはよう。母さん、今日はみんなに食事を出すけど。え、いいのに。あ、私もやります。これでも自炊はそれなりにしてましたから。行こう。牧島春さん。何です？単刀直入に聞くが。違うわよ。何よ、納得いかないの？じゃあ匠兄に調べて。気づいて言ってるのか。は？何を。彼が生きていれば食堂で香織さんを解放してるのは彼だったはず。昨日も彼は起きてすぐ食堂に行っていた。香織さんが弱っている今、そうすべき理由は。嘘でしょ。それを今から調べに行くから。分かった。タイバー、起きてる？どうしてあんたが。すみません、香織さんの。匠はどう。そうね、必要なものがあったら。はいはいはい。女なら誰にでも優しいんです。お年寄りと女性を思いやるのが紳士っても。知恵姉もそうなの？彼女にはそれなりに好意を持ってる。やめてよ、兄ちゃんがかわいそう。かわいそうとは？よし君ももっちも死んじゃって、それに知恵姉は私らの中で一番強くて、上藤義の奴らや大人たちからいつも私らを守ってくれた。私らから知恵姉を取らないでよ。君の気持ちは分かったよ。とにかく今は宴を。僕には大したことができないかもしれないが、身内に話しづらいことでもあれば相談に。え？いや、何ってこともないけど。あと外に逃げるって。それは無。ん？君は可能性に。でも
逃げられなかったじゃない。それはたまたま怪我をしたからじゃ。たまたまなんかじゃない。君も神様を信じてるのか。何を聞いた。そんなものいない。そう考えなきゃやってられない。あ、めえ。おはよう。どうしたの。めえ。はっきり喋りなさいよ。喋れる。大人げないな。めえ。リカコさんは。お姉ちゃん。うん。出てこない。ここよ、あいつの家。リカコさん。多分着替え中か何かだろう。じゃあやっぱり。まだわからない。まだ清之助し。私がどうしたと。リカ子さんは大丈夫かね。あなたはそればっかりですね。一応大丈夫そうですよ。まだ出てきてないですが。嫌な予感がしてな。杞憂ならいい。しかしそうな。タイバーは生きてた。なんだと。ハルちゃんはメイコを連れて食堂へ。清之助さん、手を貸してください。大丈夫かね。誰か銃の扱いが分かる人を連れてきてください。匠兄ちゃん。くそ。これ肝臓じいちゃんのライフル。5発全弾打ち切ってる。空薬莢落ちてる。探す。見て、握りの部分。指紋を拭き取った。かもね。ここから撃ってる。どうしてわかる。血の飛び散り方。あっちに向かって勢いよく飛んでる。それに普通のライフルはかなり至近距離でもないと。かといって銃口を押し付けて撃ったらいろんなものが跳ね返って銃口がもっと汚れてるはず。狙って当たるもの。ちゃんと狙い方を知っていることと対象が動いていないこと。ということは銃が使えるものの。ちなみに照準から照精を除く。それだけ。銃って誰でもか。弾の装填とかはその辺の一般。それはそうかもね。でもタイバーちゃんあたりなら撃ったことあるだろうし、休みずないで選別は無理かな。そもそも全弾命中してるわけじゃない。どうやら
一発は耳に、二発は頭部に当たったのは一発だけか。そうだね。もしかしたらそれは致命傷じゃなくて胸の一発がとどめだったのかも。ちなみになんでそんなに詳しいの？私も狩猟免許持ってる。銃も罠も網も全部つ、外ではクレー射撃何度も行ったし。なんとすごいな。まあね。いずれ戻ってここで漁師になる。銃を持ちたかった、それだけ。ええ、まあ人を殺しかけたり。中学の時かな、安水の子らをいじめてた分校の上級生らをバットでボッコボッコ。もう片付けてもいいかな？春秋さんがいいなら。じゃあ片付ける。何か分かった？一連の殺人が人間の犯行だってことに確信を持っただけ。そうかもね。認めるんだ。多分殺してるのは私の知ってる誰。でもそれは。でもね、神様からは。誰も逃げられないんだよね。匠兄ちゃんは安水で一番年の近いお兄ちゃんだったから。うん、昔はいっぱい遊んでくれたし、怒られた時はかばってくれた。うん、こんな何もない湿っぽい場所だけど匠。そうだね、わかるよ。まっすぐな人だ。うん、捨てたくないよ。ああ、当然だと思う。やめる？このやり方にこだわりそうなのは匠さん本人。ううん、しなきゃダメ。汚れか。うん。さよなら。兄ちゃん。水音した？さあ。聞き違いか？あるいはサラナガの底が抜けて。本当にファンタジーだね。霧の向こうに何があるか誰も知らない。今から降りてみせようか。あなたは帰ってこない。戻ろう。まだ出てこないんですか？まったく、大丈夫そうと言ったのは君だが、どういう。音がしたから。
待ってる間にあなた自身で呼んでみればよかったんじゃないですか。そんなぶしつけなことができるか。なんでそんなにリカ子さんにだけ気を使ってるんです。野里は植松より格上で商人。女性に気を使うのは当然だろう。私も女性なんですけど。あえて敵外心をむき出しにしてくる相手に気を使う必要があるのかね。え、勘弁してくださいよ。ついさっきそこで死人が出たんですよ。とはいえ心配ですね。中で病気やら怪我やらしてたら大変だ。最悪踏み込みましょう。